私とあんたです。こんにちは。こんにちは。まあ続きや、うん、まあちょっと一回出て行くで、うん、いいよ。でどっちや、西か、そっちか下に行ったら行けへんかったよ、カビゴンがいて。八番、あ、そう、うん、だからこっちに行かなかった。丸くてふわふわで、あ、なんだ、何よ、足のプクリン、プリンの進化したやつ。へぇ、知らん。ピッピが、あ、いいや。シえ、でも、ふわ、白くないやん。じゃあな、白いって言うたらいいのか。あれなんかおかしい、うん、ほんで小さくなった。何今の、なんかこう小ぶりな顔言うの。もう連打で。何してんのこれ、これ何これ。まあちょっとそう、特殊なことはない。あ、そうか、そうやね、なんかそうや、さっきもそうだ、言ってた。いいよ、水鉄砲やんか。もうなんか大丈夫って感じだよ。そうやな。頭おかしいちゃうっていうふうに見えるな。これ命令してのトレーナーの方やから。うん、せんな、うん。でこのミニスカートの眉ってやつがちょっとやめて、痛い子なんやろな。うん、やめてよ、うん。はい、ジジイです。ギャンブラー、自信があった。ガーデン、これは水鉄砲で決めて。はい、まだいいのか、まあ、どこな、間違えた、うん、いいですよ。あ、かわいいやん、うん、ヒイノキツネ、水鉄砲でかい、うん、いいよ、このタイプだな。うん、いいね。だからそろそろ新しいポケモンを捕まえなかった。ギャンブラーって、ほんで、うん、そこ切れるな、ほいで、え、ここ、あ、あ、そういうことね、うん、そうだ、そうだね、戦略が必要ですか。杉尾やで。杉尾って何やねん、いる、そんな。これ水鉄砲かな。ベトベトだよね、きっと。うん、これに、もうずっとこれでいいの。うん、ちょっと草むら入ってポケモン何でやるか見てみよう。ちょっと待ってな、うん、いいよいいよ、いい家でいいでしょ。え、どういうこと。あ、ベトベト、あ、まあまあ、ええよ。なんだこれ、水鉄砲。あ、なんかさっきと同じ、似てる、うん、あれの進化したやつ。え、こんな似ちゃってしてんの。うん、硬いな。あかんな、そんなことしたら。若い水鉄砲の使ったの。いや、いいよ。あ、いいの、うん、
かわいい、なにこれ。かわいいか。ちっちゃくなるわ、かわいいやろ、だって。ちっちゃいまんまやったらいいんやけどな。え、なんでそんなちっちゃくなる、え、なんでちっちゃくなったらいいんやろ。いいよ、だから水鉄砲でいいから。え、なんでそんなことしはんの、なんで今ちっちゃくなるって、わざも。ちっちゃくなって、ちっちゃくなってまんまになって、技が当たりにくくなるのよ。そういうことか、うん、気持ち悪いな。いやもうな、ちっちゃくなって思わないかなと思ってた。あ、帰ろうか、ベトベトやろ、うん、高見料理イモキでもいいけど、あ、もう入れ替えてしまった。あ、いい、最近見てるね、うん、5年力で1力や、もうすごいね。ちょっと入って、なんか出る、出る、うん、何出る、あ、これはいらん、どうすればいい、これは出すもん、逃げてもいいよ、食べたらいいの、うん、で、うん、何でもいい、もうちょいうろうろしてポッポだけちゃうから、多分、うん、なんか持ってへんポケモンが出たら捕まえてたらええわ、ポッポやな、どんどんこの鳩が出てくるね、鳩なん、うん、ポッポやから、うん、そうねんけど、ね、たまに違ってたりすることがあるかもしれない、ポッポやろ、鶏とか。ポッポッポやろ、うーん、まあそうなんだけど、ああ、でいろいろ昔からこう勘違いすること多いから、なんかそうやろうな思ってたことが違うとか、まあまあな、うん、結構あるな、アニャースも持ってるな、何を持ってるの、これ持ってんの、ちょっと待って、ニステップに、うん、もう一回やって、まあ、なんか目星も出えへんかったら、まあ、次行こうか。あ、出たやん、ガーリー。これ炎タイプだな。これ捕まえとくか？捕まえんの？うん。これ何？これ？変えようか？ああ、でもな。変えようか？変える？うん。どうやろうな、竹宮と死んでしまうからな、どうやろうな、カメタン、カメタン、カメタンで行くよか、カメタンでいいな、結局、うん、じゃあもう、じゃあボール投げてしまおうか、これだけ、うん、スーパーボールで右やな、スーパーボールなら捕まえられるかな、いきなり、あ、出ちゃうな、うーん、他にもっと強烈なんですね、うん、あるけどまだ変えへんから、もう一回使って、うんうん、で、あかんかったら、ちょっと考えなかった、うん、あ、そうなんや、出るやん、すごいすごいな、出て、で倒してしまうと思う、あ、これならいけるか、やけどになるとな、攻撃力下がるのよ、カメタンの、はいはい、目やけどになってるやんか、うん、だからこれで体当たりすればギリギリ生きてはんじゃん、あ、そうなの、あ、これでええわ、で
俺なら多分モンスターボールで捕まるわ。あ、そうなん。うん。うん、それでいけるじゃん。いけるかな。いたな。このキラリっていうのがいい。何さんなこれ。子犬ポケモン。人懐っこく、誠実な性格。敵には吠えて噛みつき追い払う、王とする。まあ見たまんまや。追い払おうとするね。で、火を使うポケモンや。これはちょっと欲しいな。リックのつけにしようやろ、これ。犬の犬やな。子犬やん、しかも。まあ、あれやけどな。進化したら大きくなるけど、まあ。だけど、なんか全然わからへん、犬の名前。まあ。もういいじゃん。オスやね。まあいいじゃん。ワンでいいのか。え、じゃあで、そんな。え？オスな。オスやね。オスやろ。え、ちょっと、まあ、オスでもワンコついてるな。ワン。ワンワン。ヒワンヒ。ワンヒワンミ。ね、ワン。ワン、あ、間違えた。ちょっと、ワンって、ワンツ。ワンチ。ワンチや、ワンチ。ワンチ。ワンチ、ワンチ。うんちみたいな。これまだじゃああと何かと入れ替えたらええわ。ワンチは。ワンチな。一回で出ようかじゃあこっち。いいから。どこにそう、あ、そうね。はーい、じゃあ出ます。出たかったのに、もうまた。また出た。もうこれ、あれや。いや、つけてる。水鉄砲で。あ、そうか。やけど、あれせなかった。直さん。うん。どうせ、最初直すの？あ、いい。水鉄砲倒せばいい。あ、め、もうその、これはもう、これいい。うん。はい。はーい。じゃメニュー開いて。なんか違うことしてない、私と一緒へんよ。いいの、うん、何左か右か私な、ちょっと左に行かない。いや、やけど直し。え、ちょっと待ってあ、これ、うん、はい、やけど直し、変わらないな。2個しかない。え、でも今使っていいんですか。とりあえず、うん、これでいいの、うん、ほんま、なんかすごいことになっちゃったね歯が4本しかない。歯が4本しかない。いいの、こんなんで。嫌 やなぁ。しょうがないけど。上行って、うん、その辺、まだ取れない。左行って、あ、いるな。それダブルバトルやろ。ガキみたいな。うわっ女の子持ってそうなポケモンやな、俺も。水鉄砲と、どっちもいいよ。女の子が持ってそう。メスやもんね、しかも2匹とも。どっちもいいよ。え、じゃあ分かんない。すみません、どうやってそれ、亀田に今攻撃したで、スネを。もうやめて、間違えた。もう分からへん、スネってどこにいるの。スネをが亀田に攻撃したで。何してんの、何してんの。ちゃんとやって。君やんそういうところは。ほら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 。あ、全然聞いてんけど。
丸いから。いいよ。水鉄砲でいい。戦うでいいの。ああそれで何何。いいやこれで。それで。うん、それでいい。カメタがどうせ倒してしまうから。いいよいいよ。カメタそうやな。え、そんなんやめてそういうことするの。そういう。まだ持ってはんの。あ、そのあれが蓋、うん、何が。ないよ。あ、そうね。リナとカナダって。うわ。この並び方なんかあんのかね。こいつらずっと並んでんのこうやって。めちゃくちゃ怖い。なんかやってんのかな並んで。それ倒したらいい。3匹ぐらいあったらいい。他のポケモンちょっとレベル上げたいからな。出てくるポケモンによって変えた方がいいかもしれない。いやせろ。変えようか。何と変えるの？スネオかネズオや。はい。スネオな。うん、いいよ。はい。かわいいね。それで？もう一匹出てくる。また寝やす。いいよこのまま。うん、あら持ってきてよかった忘れた。何を？持ってくるの忘れた。目薬。そうこの季節ってさ、ほらエアコンがさ、ああものすごい乾燥し、うん、まあ酒も飲むしな。どういうこと？うん、いや酒飲むとほら喉乾くやん。そうねけどこれ、うんいいな、うん、でそういうのってコンビニに売ってんもんな。そうだな。あれつく。それと関係あるの？粘膜が乾くってこと？そうやそうや。あ、そういうことか。体の水分取られてしまう。あかんの今やな。まあそうやな。じゃあ何か問題回復するってこと？まあ水とか、うん、そう、あ、そうですか。上の2人もちゃんと話してよ。ちょっと待って、ちょっといいよ、そ、それそれ、はい、もうちょっと、もう、いや、なんてその4人も次4人いるな。これはまあ普通に、うん、倒して持って、いいよ倒せるやつ。足が軽い、足の状態も違ってきちゃった。うん、体勢に座ってたからだんだん足がおかしくなる。何が出るかよ。エコノミーピカチュウやって、あ、これあかんわ、買えな。みんな何に買えるの？電気やしな。まあ冷蔵、冷蔵でもいいね。竹見でもいい。竹見も変えちゃった方がいいかもしれないから、さっき変えたあのワン、ワン、ワンがね、犬必殺マヨ、ワンチ、ワンチか。ワンチや外すな。いいよ、当たりゃ一撃やろ。なんでこんな外れんねん。そんな命中率低かったっけ。あ、鍵持ちしたのさっき。最低やん。いいよ、
前はずっとやる、当たるまでやったよ。ネズミ対ネズミだ。ネズミなん？ピカチュウやろ。え、ネズミなん？誰がや。え、ネズミなん？いや、はい。いや、このままでいい。え、ネズミなん？誰が？ピカチュウさん。チュウやね、だって。ピカチュウやろ。やったんや。なんで？なんやと思っとった？いや、わからん。猫、猫。猫か、あれ。うん、猫。電気猫か。うん、電気猫。ピカチュウ言うたら、もネズミやろ。そのチュウやったんや。うん、なんか分からへんな、思った。どう受けたの？あれ、もう一回、これ、このままいっていいや。いやー、ピカチュウはそういうことやったね。あれ見てネズミじゃないと思うか。うん、お前、ええけどな。ネズミって言ったら、ミッキーマウスみたいなやつ。おネズミといえばミッキーマウスやん。まあ、あんまり名前出してほしくないけどな。あ、ネズミといえば、もう遅いわ。夢の国のネズミやろ。夢の国のネズミだ。変えるか。何が出る。え、じゃあ変えんの。まあ、いい。あ、変えた。ニアスか。うん、ニアスいい。え、だってネズミってそうやろ。まあ、そうやけど。他にネズミって思いつくやつなんです。一つもいいやつ。いや、だからピカチュウやつ。なんかそのピカチュウのジェリーっぽい。トムとジェリーのジェリーとかな。あ、そうそうそう、そういうの、そういう感じ、そういう感じ。ちょっと毒消し使ってやってやんねんぞ。もう一回やって。毒消し。私の、ね、正気に消す、うん、はい。それで、毒を消してねってことね。そうそうそう。ちゃうやん。あ、ちゃうやん、もう。早く言って、ちょっと待って。こうやってやんね。はい。うん、え、ちょっと何してんの、何してんの。寝相や。でもいい、いや、私間違ってるな、これ今。え、いや、だから使う相手が間違ってんの今。ちょ、だから回復せな。何言ってるの。うん、いや、だから同系して使ってへんから今。もうちょっと待って。うん、まあこれはもうだから倒さなあかんわ。何を倒すの。今トレーナーと話してるじゃん。中止できない、中止でけえ。だから、あの、動かんときいいや、ちゃんと、あの、やること終わるまで。すえようが生、まあ、連打もせんときや。連打なんかせんの、全然。水鉄砲。水鉄砲でもよかった。あ、いいよ、倒したし。で、何出すか、次倒して。目に開いて、うん、あ、はい、そうですね、はい、わかりました。ほんで、はい、で、毒消しを、うん、使う。寝相に使って。これですかね。うん。で、その上のやつと話して。うん。あ、違う違う。はい。それで、この人に、はい、ニードランつけ。あ、あ、違う、あ、そうですか。そうですか。あ、そうなんやーみたいな感じちゃうな。あ、へんや。あ、そうですかって感じ。水でポリ。
でまたこのニドラン、ニドランオスとかやったら、オスとかやったら、うん、まだ変えたいボケモン。もう管理。いいよ。管理。管理もう管理しまおうって感じ。これな。中からなんか出てきそうやな。うわ、また緑だ。これあれや。変えようかポケモン。あのあれでしょ、イモキでしょ。イモキの年力、年力で倒すんじゃん。あ、そうや、年力やな。あのそうやった。ビヨーン、ビヨーンってしたあの、うん、年力が。はい。じゃあこの年力をな。一撃あれ一撃ちゃ う, 一撃ちゃうレベル低いから一撃ちゃうすげえ倒せる。じゃあこれはもう一回、うん、もう一回人力でいいの、うん、じゃあもう一回で抜群やな。抜群抜群って言っても二回目やん。もうちょいでレベル上がんないけど、なんでなんでって、何なんでなんでって違う、はい、下行ったな何やこいつ引かれたくなかった、もう引かれてるやん今の時点で。何なんこれ、こんな引かれたらなかったら暴走族みたいな、何なんこれ、なんか臭い暴走族は、うん、はいえ？もう水でっぱい。硬いなやっぱり。知らんけど硬いの。うん、一撃しない。また腕毒になったしな。これ今そのまま使っちゃっていいの？あ、いい。毒のまま。倒すまで。噛みつけへんの。そんな柔らかくないんです。ん？あ、死んだよ死んだよもう一匹ダメだよな。うーん、どうやったっけ。変える変える。はい、じゃあ、うん、お、イモキか、イモキかな、イモキ、また年齢切れ、もう一回イモキさん、これでいいですか。これでレベル上がるかな、ま、うん、倒せば。何を迷って、いや、どうしようかなと思ったの。いや、生きてるよ。しつこいな、うん、でもこういうのってしつこそうやもんな、名前からしてそうやな。倒して倒して倒して、そうね、うん、はい、で、あの、毒消し使ってやって、カメタン毒になったから、はい、え、カメタンに変えてくれないとかね。変えなくていい。変えなくて毒消しを使えば、うん、あ、そうなのね。何にしたいの、何にしたいの。毒消し。あ、口に何にしたの。知らん。なんかしたいな、今。たまたま場所がそういう。そう、なんかしたような感じがす、うん、毒消し薬の何かある。これ私、間違ってたよね、今。左の方に行って。まだいるな。うちバイクなの、ね、チャリチャリじゃん、うん、調子が悪いもんね、バイクのね、うん、また毒打ったら、あ、どうかですか、名前が分かる、うん、水鉄砲で、うん、また倒してしまったら、うん、そうやな、ちょっと出れるか、まあいいか、だからまたあのあれでいいよ、
ポケモン帰って、まあ、だ誰だし、あ、ドガセロ、うん、いる。え？イモキでいいんちゃう？念力でいいの？うん。はい。なんでこんなちょっと残してこっちのレベルがだからちょっと低いな。30ぐらいあったら一撃やったんちゃう？あ、そうだね。あ、ずっとあれやからな、高めばっかりさせてたから。だいぶ差も強そうやもんな。うん、それで入れ替えないで。うん、全然念力で。え、これいいでしょ、普通。うん、こんな名前やったっけ、さっきから。安くいろんな名前になってんねんけど、結構最近名前に触れへんくなったからな。違う名前になってんねんけど、いろんな、うん、まだいるな、そのなんか間違えて、私間違えて、もう上にいたやろ、今取れんの。あ、家もあるな、なんか、理科は得意なのかって聞いた、今わしは理数系やけどな。理科か、理科もいろいろあるしな、でもビリビリ玉、あ、まあ、これは、まあいいや、カメラで水鉄砲でいけるやろ。うん、何のビリリ玉って、名前の通りな、ビリリ玉やで。うん、電気ポケモン、ね、なんかこういう、ああ、まあこれもいいや、食べたんで、うん、いいよ。え、何、え、ちょっと待って、なんか私の日本語おかしかった。え、なんで、まあいいよ、それでこういう普通で、あ、もういいよ、水鉄砲に、うんうん、いいよ、はい、なんや。これ、これ、冗談。コントローラー見つめとったけど。うん、はい、これ。いいよ、もうそのね。やなんかどうかなっていう。何がや。なんか。どうする？あ、帰るか。あ、帰るの？うん。またなんかイモキに帰って。だって一覧表って何の？何がや？一覧表。何のや？いや、だからさ。帰れへんのかい。帰れって言って。いいよ。もういいの？もう技が、技のあれがないから。ほら、何ちの？ちょっと。何？こいつにはこの技って。そう、だからその一覧表だから、それはこの人はこの相手にはこういうやつがあるって、ものすごい、ものすごい確率なんやろ、あの、ものすごい一覧表の数が膨大なんじゃないんだけど、うん、なるで。それ何百とかあるで。そう、それを出して辞書っぽく、いい、ちょっと看板見てさ、辞書形式にしてって感じ。あ、ジジイもいる。卵しようか、卵節シティ、うん、次のジムがあるとこちゃう？さっきからなんかこのな、うん、おじさんよね。わ、噛みつくやん。あ、間違えた。ちょっと寝る。私がかと思った。ちょっと待って。変えな。何を変えんの？寝てしまったな。どうすんの？じゃあちょっと待って。まあいいけどな、多分そんなに
痛い攻撃してこいね。ずっと髪、あの、体当たりでも噛みつくでもずっと連打してるわ。そのうち起きて攻撃してやるわ。いや、そうかもしれんけど、でも帰った方がいいでしょ、本当。いや、いいよ。え、何、ずっとこれでやるの？え、次の。いや、いいよ。噛みつくの、うん、ちょうど目覚ましたね。あ、そうなの？ああ、入れ替え変っちゅって。じゃあこれ何する？逆やって。うちが逆。な。逆や、絶対逆やと思う。いや。だから B ボタン変えへんやったら B ボタン押してたらいいからね。違う、だからそれをや、それをあの そういう日に持っていくってことですけども、許せへん。変えろ、変えろ、変えろ。どういうこと？変えてみる、変えんの。これまたイモキでいいんちゃう？これでいいの？いいんだっけ、ちょっと待って、はい、うん、あ、いいわ。まあいい、それもこれしかもこのニューヨーク、ニューヨークってそういうのやるでしょ、ニューって。何これ、カエルになってるんですよ。これ年利系だから、これ年利系でよかったっちゃう。これなんなん、このグル、ちょっと何それやろ、なんなんこれ、あかんか。いやちょっとこれは、まあいけるか、連打しよう。苦手な、苦手なタイプ。でもお玉じゃくしってほらぐるぐるしてるやん、実際お腹見たことないか。そう、うん、そうなん、そうな、あの 腸が透けて見えてんねん。うん、そんなことってあっていいの？あっていいのか知らんけど、でも実際そうやで。アマガエルのあのオタマジャクシとか、あのお腹ぐるぐるしてるで。それカエルって聞いて思い出したわね、今。ない。カエルどこですね。じゃあそれはほら、ものすごく気持ち悪い映像みたいな、こんなつい最近。うん。寝てんのかまた。背中にな。うん。夢か。違う違う、本物のカエル。うん。テレビやで、うん、背中に、うん、こ穴がいっぱい開いてて、うん、そこで子供を育てて、ああ、はいはい、そういうのいるな、種類でな。あんなんいいの、あんなんいて。いるな。ちょっともうあんなんもう平べったくやるやろ、これで。なんか知らんけど、うん、もうとにかくものすごい気持ち悪い。そこに、あかん、これあかん、あ、穴にな、いっぱい子供が入ってな、ギリいけるか、ちょっと、これどうするの、これ、いい、倒せるやろな、穴がだらけのとこに、うん、卵を産んでるわけや、うん、で、そこからちょっとね、うん、で、そこの卵が変えるわけです、だから変えるな、の中で、うん、変えるな、もういっぱい無数の穴が背中に開いてて、うん、あ、気持ち悪い。それをあるな、そうカエルいるよ。そこでニョロニョロそっかり出てきてるわけや、子供が、うんうん、あれは赤やろって話だから、あれは そこ入ってんだっけ、はい、入ってんで、入ってんかった、なに、あ、地下通路だいぶ、え、ちょっと待って、だいぶマシ、ここ行ったら何、タマムシシティのデパート行くってこと、いろいろって便利よね。ちょっと待って、一回出て、もう左行けへんのか。そこなんや。さっき行きそびれたその。ああ、ここ。うん。通れへんのか。ああ、じゃあまた地下通路通んねん。どうせあれやろ、あのポケモンとか出えへんし、地下通路こう通るの、通って行けばタマムシシティまで行くから。そうなん、うん、なんかタマムシシティに変わってるけどいいの、名前、うん、うん、走るな、なんなんこれ、
何もないや、誰もいないや。そうそう、誰もいい。やると思ったよ。え、違うよ。ちょっと待って。左押しすぎやん。で、7番ボール、これ上に行けばそれ草むらやね。あ、間違えた。ちょっと早く行って。見りゃ分かるやん。分からへんかったの今。何これ。あ、画像、あ、画像。これ草タイプやから水は効かへんで。え、早く言ってーなー。大きくなっちゃうの。ん、大きくなっちゃうの。そういうやつ言っちゃう。え、じゃあちょっと待って、草タイプやから、これ中できた、中できた、出てきた、出てきた、大丈夫、うん、また場にした。それで、噛みついて、噛みついて、はい、よかった。それで、いや、その卵シティが多分近いから、ほんなら、もうそれ、あれ、あれ、もうそこ入って一回終わろうか。ちょっと待ってな、この人に喋りかけんでいい。それ、ロケットだよ。全然喋りかけてくれない。それ、ロケットだよ。え、喋りかけへんのかい。喋りかけたけど、逃げ終わってんの。いやいや、だから普通喋ったらええ。全然喋ってくれない。いや、だから動いてただけやろ。ほら。ほら、ロケットだよ。あ、でも戦闘にはならへんねんな。意味がわからへんな。うん、じゃちょろちょろうるせえなってこっちが思ってんやろ。ほんまやな。全然止まらへんかったくせに自分が。話しかけようとしたらちょろちょろしとったやもんな。何人に上から目線で物を言うってな。ほんまやな。腹立つな。はい。はい。ほんなじゃあ、タウンホシシティ、うん、まあ、ここで一回レポート書いて、うん、話しかけてみましょうか、じゃあ。関地区。あ、そうなのね。上り坂だから使っちゃった。あ、そうです、うん、そうなんですか。笛で入れてるポケモンが特別なのは、普通に機械内特別なの。あ、そうなのね。うん、あの、ほら、寝てて道塞いでくのったやんか。うん、あれ、そのポケモンの笛っていうのを起こしてやらなかったね。ああ、持っていたら、サイクリングロード行きたい。あ、そうなの、うん。チャリをどっかで上がって逃げたら。そう、いいですね。上りの、うん、レポート書いて。はい。じゃあこれで一応また休憩、うん、いいやな、いい、うん、はい、はい、どうでした、ここまで。だいぶ感覚戻ってきた感じしたけどな。戻ってきた、ね、前回よりは。あ、そう、うん、前回もうグラグラ動いた。やばそうなんやけど。まあほら、岩山トンネルも普通に抜けたやんか、割と早めに。よかった、じゃあよかったんですよ、案外な。まあじゃあ一応これぐらいしとこうか。よろしいか。はい。はい。じゃあ、お疲れ様でした。はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。